はいどうもこんにちは。皆さん今の問題の答えは2番です。足を速くするためには自分の体重の2倍の重量をスクワットで上げなければいけません。正確に言うなればローバースクワットですね。ローバースクワットでパラレルフォームの時に自分の体重の2倍の重量を上げれば足が速くなります。皆さん多くの方が足を速くするためにいろいろトレーニングとかをされていると思うんですが、じゃあどこまで筋力を上げればいいのかと悩んでいらっしゃる方も多いと思いますが、今回一つのその指針を持ってきました。ただその話を説明するためには筋パワーという単語の説明をしないといけないんですね。なので今回は筋パワーっていうのを説明した後に、じゃあこの話を理解してもらったら、じゃあ2倍重量上げないといけないよねっていう話に帰着していきます。まあその話を一通り聞いてもらえれば、あ、なるほどそういうことかと納得していただけると思います。なんで覚えてほしいことは、筋パワーとスクワットの重量を2倍、ローバースクワットでパラレルの時に自分の体重の2倍上げれば足が速くなりますよっていうことです。では早速筋パワーの説明からいきましょう。いきます。はい、では筋パワーについて説明していきます。筋パワーとは筋肉の単位時間あたりの仕事量って書いてあるんですが、この単位時間あたりの仕事量っていうのはどういうことやというと、仕事量っていうのはどれくらいの距離動いたかなんですよ。なんで例えば筋肉が力を発揮しました、その時に1秒間に10センチ動きましたよりも1秒間に50センチ動きましたの方が、50センチ動いてるんだから仕事量が多いよね、じゃあ筋パワーは高いよねっていうふうになるんですよ。だから簡単に、すごい簡単に言うと筋肉の瞬間的な力です。ただこう聞くとそれって瞬発力とは違うのっていう話なんですが、瞬発力っていうのは実際のこの筋パワー、筋肉の瞬間的な力と、あと地面からの反発だったりとか反射、あと連動ですよね。腕、例えば飛ぶ時にグッて腕振ったりするじゃないですか。ああいった体の連動動作を含めて発揮される力を瞬発力っていうんですか。これは単純に筋肉だけの瞬間的な力です。筋肉の瞬発力と思ってもらったらいいですかね。でこれを式で表すと、力を加えた時に単位時間あたりの仕事量なんで距離割る時間ですよね。力を加えた時に単位時間あたりにどれくらいの距離動きますかっていうことなんで、でこれは小学校の時 のキーハージ、距離、速さ、時間でいくと、これは速さですよね。距離割る時間は速さ、これは小学校の時に習ったあれです。キーハージのやつです。なんで力×速さが筋パワーですよ。じゃあ例えばベンチプレス100キロの人が100キロ上げる、 1RM の限界重量を挑戦しますっていう時って、速く上げれないじゃないですか。もう100キロの限界の人が100キロパーンって上げれるとそれはおかしいんで、筋肉って絶対重さが重くなるとゆっくりなるんですよ。こうやってうんってベンチプレス100キロ上げてるんやったらうんってゆっくりなるんですよ。でこれが例えば20キロ上げるんやったら、100キロ上げる人やったらスポンって上げれますよね、簡単に。だから100キロ上げてる時の筋パワーは弱いって考えるんですよね、速さがないから。でも20キロの時は軽いけど速く上げれるから、そっちの方が筋パワーは高いんじゃないか、じゃあ速ければ速いほどいいじゃないかっていうのはあるんですが、筋肉の一つの特性として発揮するまでに時間がかかるっていうのがあるんですよ。例えば横が時間で力、縦が力だとしたら、力を発揮しましたって言ったら、いきなりマックスの力が最初からこう出るんじゃなくて、こういう出るんじゃなくて、力が発揮されるまである程度の時間かかるんですよね。で最大限の力まで発揮できると、筋肉ってこういう特性があるんですよ。だから速すぎると、スピードが速すぎると発揮する時間、力が弱いままここで終わっちゃったりするんですよね。あ、もう終わっちゃったみたいな、もう20キロのバーベルだったらもう力をバーンって出す前にもうここで終わっちゃうんですよね、っていう特性もあって、で先ほどお話ししたみたいに力が重いと、発揮する力が大きくなると、発揮
スピードも遅くなるっていう特性もあります。でそういったのをグラフにするとこういう風な結果になるんですよ。これ実験で明らかになってるやつなんですが、お、はい、軽いものを持って肘曲げましたっていうのと、だんだん重くして肘曲げる、このスピードを測定していくとこんな感じのグラフになるんですよ。力が発揮する力が軽い時、ゼロに近い時は速さは速くなる。これ力がこうやってで速さが、あ、違う、で力が発揮する力が必要になればなるほど発揮される速さっていうのはだん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 こんな風に遅くなっていく、こういうグラフが出来上がるんですね。で一つ戻るんですが、筋パワーっていうのは力かける速さだと。じゃあこの時のこの点におけるパワーっていうのはこの速さの値と力の値をかけたら求まりますよね。でこれをまたかけたやつをプロットしていって点打っていってグラフにするとこんな感じになるんですよ。これが筋パワーのグラフです。赤い線が筋パワーのグラフで、ここの頂点がここの一番パワーが高いところっていうのが最大筋力の 35% のところに来るんですよ。から簡単に言うと最大筋力の 35% の力を発揮するときが瞬間的な力が一番強いっていうことなんですよね。これが筋パワーで、筋パワーの特性の話です。では筋パワーについてまとめると、筋パワーとは筋肉の単位時間あたりの仕事量、筋肉だけを見た時の瞬間的な力です。で筋パワーを求めるには力×速さで求まりますよ。筋パワーの最大筋パワーが一番力が強い時、筋パワーが一番最大値になる時は最大筋力の 35% の重量を持っている時に最大になります。これは実験から明らかになっていることです。ではこの結果を含めて、なぜ足が速くなるには自体重の2倍の重量を持たないといけないのかっていうことについてお話ししていきます。はい、では先ほど分かったのは筋パワーの最大値は筋パワーの最大値は最大筋力の 35% ということが分かって、でこれなんですが、走る動作で一番パワーが必要なのは動き出しの時ですよね。これは考えてもらったら分かると思うんですが、0から用意ドンで動き出す時って初速度がないじゃないですか。全く動いてない状態から1歩目がで加速するなる時が一番パワーが必要で、で2歩目からっていうのは1歩目で加速した分初速度がついている状態なんで、そっから次2歩目ってなると1歩目よりかはパワーは当然必要なパワーっていうのは下がりますよね。前に進む推進力で同じ分だけ進もうとした時だしたら、なんで走るとですね、一番パワーが必要なのは動き出しっていうのは、まあ分かっていただけるかなと思います。まあ、特に後半になってくると 100m 走の後半とかっていうのは足の歩幅、ストライドだったりとか、あとピッチ、回転数だったりとか、あと筋肉でいうと筋力の立ち上がり率とかいろいろな要素が関与してくるので、またちょっと厳密に速く走るってなるとまたちょっとそれとは別の話も必要になってくるんですが、とりあえずこの筋力だけで見たときに、とりあえずパワーが一番必要なのはここでは間違いないよねっていうのは認識してもらえると思います。で1歩目に必要な筋力は体重とほとんど同じになります。これは片足で蹴り出し角度、この時の踏み込むの後ろ足の角度が45度の時です。また角度が変わるとまた変わってくるんですが、でちなみに両足で延直方向、垂直真上に飛ぶ時のと同じです。これは片足で斜め45度で踏み出す時の必要な筋力っていうのは体重と同値なんですよ。だからとりあえず簡単に言うと体重分の同じ分だけを押す筋力っていうのが必要だと。じゃあその筋力が最大筋力 35% の時になればいいよね。この時の体重を必要な、この必要なこの筋力がこの 35% になれば一番パワーが出るっていうのは分かりますよね。最大筋力をじゃあどれくらいにすればいいのかっていうのを求める時に、求めたいのを最大筋力を X としたら100分の35の最大筋力の100分の35 35% ですよね、が体重とこの同値になればいいというのが分かったんで、じゃあ X イコール求める最大筋力っていうのは体重の35分の100倍、これが約 2.85 倍だっ
ていうことが分かったんで、じゃあ最大筋力が体重の 2.85 倍、例えば50キロ減ったら、まあ、約142キロぐらいになるんですが、142キロの筋力って、まあ、50キロで相当強そうだと思うじゃないですか。でも実際に考えると普通の何も担いでない状態のスクワットって自分の体重分だけ支えてるんですよ。こう分かりますかね。例えば今この状態で僕スクワットすると、僕体重80キロ、約80キロなんですが、80キロの負荷がかかってますよね。正確に言うと膝から下、あの肩いって大体約片足で 6% ずつぐらいだったかな、ちょっと正確な数値は出しておくんですが、まあ膝から下の分の体重はかかってない状態のスクワットになっているんですよ。ここの今僕が今したスクワットっていうのは体重分を支えていることになりますよね。だから担げばいい重量っていうのは、こっから、まあ、めんどくさいんで3倍にしますね。体重の3倍、自分の自体重引けばいいってことですよね。担げばいい重量っていうのは、なんでかというと最大筋力が例えば100キロ担げる人、スクワットで100キロ担げてる人って、担いだ100キロと自分の体重を支えてることになるんですよ。だから最大筋力の 35%、 この求めたい最大筋力っていうのは担いだ重量プラス自分の重量のスクワットをしてることになるんですよ。なんで担げばいい重量っていうのは体重の2倍でいいんですよね。もう一回説明しますね。最初から筋パワーの最大値は最大筋力の 35% だっていうのが一つ前の動画というかショーで分かったと思います。で、走る動作で一番パワーが必要なのは動き出しですよね。なんでかっていうと2歩目っていうのは初速度がついているから、同じ体重分だけ同じ距離だけ動かそうとした場合は初速度がついている分必要なパワーっていうのは下がってくると。で、1歩目に必要な筋力は体重と同値です。これは計算式はちょっとここに書いてないんですが、条件としたら片足で踏み出して、斜め45度に踏み出す時の値です。がこれ同値となるんです。じゃあこの1歩目に必要な筋力がここの最大筋力の 35% になれば、一番筋パワーが最大なんだからパワーが最大だよねっていうので、じゃあそれを計算で求めたら最大筋力が求めれるじゃないかっていうことで、じゃあ計算しようってなると、求めたい最大筋力の100分 35% が体重と同値になればいいと。じゃあ求めたい最大筋力っていうのは体重の35分の100倍、約 2.85 倍、まあ約3倍とします。ここではちょっと面倒くさいんで。じゃあ必要な筋力っていうのは自体重の3倍だけど、実際に自体重の3倍を担ぐんじゃなくて、自体重の2倍を担げば自分の体重と、あ、じゃあ自分の体重と自分の体重の2倍を担いだら、結果自体重の3倍担いでることになるよね。だって重力がかかってるんだから。じゃあ必要な筋力、筋パワーの最大値の 35%、 これを動き出しの時に持ってくるには自分の自体重の2倍担げばいいよねっていう話なんで、これが自分の自体重を、瞬発系アスリートは自分の自体重の2倍を担がないといけないという理由です。おそらく納得していただけたかなと思います。まあ実際にはね、先ほど言ったみたいにスクワットの時って肩の重量、膝から下、ふくらはぎの重量はかかってないんで、ですが、まあ 2.85 倍のところを3倍にして、まあいいだろうというふうに計算しています。ここで注意なんですが、今回お話ししたのはあくまで筋力についてだけです。筋パワー、あくまでこれについてだけ話した時に必要な筋力はこれだけ、こうだれよねっていう話をしただけなので、実際にこの筋パワーを得たとしても、そこから実際の競技のパフォーマンスアップにつなげるには、きちんとした競技につながるトレーニングっていうのが必要になってきます。なのであくまでこれは体作りベースの部分だと思ってください。ベースを作って、そこからさらに発展していってご自身の競技につなげていく、 100m走の実際に走るトレーニングにつなげていかないといけないです。あくまでこれはベースの話なので、これはそれだけすれば全てがいいんだっていうわけではないです。筋トレをそれだけ全てがいいんだっていうわけではないので、そこら辺はしっかりと認識してください。ここで最初に説明したのが
パラレルスクワット、ローバースクワットでパラレルの場合ですよね。この時蹴り出しの時ってフルスクワットみたいに深くしゃがまないじゃないですか。実際の蹴り出す時って股関節の角度で言ったら、まあ、曲がって大体そんなにパラレルもしくは何だクォーターぐらいの角度だと思うんですが、まあ、そんなに深く曲げる必要がないよね。じゃあそんなに深く曲げる時の最大筋力っていうのは必要ないよねっていうのがパラレルでいいよねって言った説明です。まあ、実際にはクォーターでもいいんですが、パラレルで自体重の2倍上げるっていうのはそんなに難しいことじゃないので、今回はもうパラレルでいいやろうなっていうお話をしました。じゃあここでなってくるのが、フルスクワットは1000でいいんじゃないかっていうことなんですが、僕個人としてはフルスクワットをお勧めします。理由としてはフルスクワットの方が鍛えられる筋肉が多いんですよ。で、大臀筋とかって足が前に蹴り出せると前に進んで、そこから後ろに次持ってくるとき、この足を前に出して持ってきて地面に蹴って後ろを持っていく、この動作中全部使ってるんですよ。で、パラレルスクワットって大臀筋そんなに鍛えられないんですよ。フルスクワットは大臀筋すごい鍛えれるんですが、なんで僕のおすすめとしてはフルスクワットで筋肥大のメニューを行っていって、で、筋力アップのプログラム、トレーニングメニューはパラレルでするっていうのがおすすめしています。まあ、クォーターでもいいんですけど、浅く浅い、あの動き出しの角度が浅い人は、あとこれはもう個人によってだいぶ変わってくるんですが、僕のおすすめとしてはフルスクワットで筋肥大プログラムをして、筋力アップトレーニングはパラレルで行うというのが僕のおすすめです。なぜならパラレルスクワットの方が実際の動き出しの角度に体がの動作が近いからっていうことですね。以上が今回の動画の話になります。では本日はご視聴ありがとうございました。こんなにマニアックな話を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画が良かったよという方は高評価お願いします。もっと詳しく知りたいとか、いろいろ質問がある方はぜひコメント欄にしていってください。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。